どうもこんにちは、即家塾の久保です。今日ね、歯医者から帰りましたら、こういう風なね、ポスティングが我が家に入っておりました。これチラシですね。これ何かっていうと、着物の着方レッスンですね。6回無料体験ってあります。まあ、6回無料体験しちゃうと、着物は一人で着れるようになっちゃうんで、まあ、実質ね、無料サービスなんですよね。で、福山着物学院っていうところがね、これをやってくださってるんですけども、まあ、私思うにね、これ、 着物の着方っていうのは本当に最初の1ヶ月ぐらいでみんな完了しちゃうんですよ。で着物が着れるようになったらそれに、えー、付随してですね着物を着るようなイベントに出かけていきましょうとかそういうイベントを作っちゃいましょうみたいなあの楽しいサークルなんじゃないかなと思うんですよ。ね、で場合によってはね着物を着る指南もしてくださるみたいなね、まあ、これが私の家に、ね、入ってたのはなかなかセンスがいいなと思うんですよ。というのが。 まあ私もそうなんですけど我が家っていうのはね和服を着る文化を持ってますからねただまあ私もこういう年ですから自分で着れますんでレッスンを受けるほどではないかなと思いますじゃあなんで今回これを取り上げたのかというとこれね着物の着方レッスンっていうことを入り口にですねこの着物を好きな人とか着物で楽しもうとする人のサークルに入ることっていうのは意義深いと思ったからなんですよ例えばですけども、 あの男性でね和服を着てみようかなと思った方かっこよく和服を着ると多分ねこの女性に囲まれて和服を、ね、楽しむこととがでできると思うんですよ、うん、だからまあちょっと出会いに活用するって言ったらね今ここにいらっしゃる方に申し訳ないかもしれませんけどもただやっぱりこう、えー、女性ばかりで、えー、一つのグループができているところに男性部門っていうのもね、えー、もしかしたらこれから作ることを考えてらっしゃるのかなとも思いますし。 まあ、じゃないにしてもね男性が混じることによってまあいろんなこう化学変化が起きてくるのかなというところもありますあの男性性のの和服ってては女性に比べて割と簡単なんですよねだから男性が実は今令和の時代にこう和服を楽しむようなね、まあ、そういった趣味ですとかねえたしなみを整えることによってやっぱりこう社会がね、えー、ピリッと引き締まるようなところもありますしまあ、あとはね日本。 神の魂というかね大和魂ではないですけどもやっぱり和服だと思うんですよで和服に草履とかセッタ下駄を合わせることによってやっぱりこう足もね丈夫になってくるんですよねあのやっぱりね鼻をこの親指と人差し指のここねここでまたぐとそしてこの足にねちょうどいい刺激がかかることによって足が丈夫になるんじゃないかなと思うんですよ。私も普段はねあのセッタ巻きですからね靴をあんまり使わないんですよ。 で、セッタバキで走れるかどうかっていうと結構走れたりとかするんですよ。で、昨日はね、ヤマト君とね、ずいぶん長い三本出ました。2時間ほどだったんですけども、これもセッタバキですからね、全然不自由ないんですよ。そればかりか、すごく、あの、地面を感じやすくってね、足をしっかりと地面とこうね、地面を踏みしめるような感覚がありますので、とってもいいと思いますよ。はい。まあ、こういった形でね、この、着物着方レッスン、なんと、 尾道教室、加教室、府中教室、三原教室、朝口教室とかなり手広くやってらっしゃって、素晴らしい仲間との出会いが待ってるんじゃないかなと思います。で、えー、と本校は福山市大黒町、大黒町か、大黒町1-35、桑田ビルの6階ということで、電話番号も書いてますんでねいや、とってもいいと思いますよ、マンツーマン指導で、場合によってはほら、自宅にも来てくれるみたいですね。素敵じゃないですか、これ 是非、うん、ねあのこういった形で習い事そして人との出会いの扉を開いてみてはいかがでしょうか。それじゃあ